笑顔あふれる子どもたち。そんな日々の成長を喜ぶ一方で、誰もが不安や悩みを抱えながら子育ての方法を模索しているのではないでしょうか。文京区では教育センターと幼稚園、保育園、子育て広場などが共同連携して、すべての子どもたちの健やかな育ちを応援するための子育て支援プログラム、文京版スターティングストロングプロジェクトに取り組んでいます。この番組はその一環として、すべての子どもたちの幸せを願い、子どもたちの心と体を育てるための情報を発信する子育て応援番組です。第6回のテーマは、子どもの育つ力を育もうです。子どもたちは自ら育つ力を持っています。その力を引き出すために大人にできることは何でしょうか。第1回から第5回では、アタッチメントの形成、認知能力と非認知能力というテーマで、子どもたちの育ちを応援するポイントについて紹介してきました。最終回となる今回は、そのまとめとして、子どもが育つ力を支える環境と大人の関わりについてご紹介していきます。解説していただくのは、東京大学発達保育実践政策学センター長で、子どもたちのアタッチメントの形成や社会性の発達に関する研究を行っている遠藤俊彦先生。そして東京大学発達保育実践政策学センターの准教授で、乳幼児期の子ども同士の関わりがどのように発達するのかなどをテーマに研究を行っている野澤幸子先生です。そこでまずは、遊びの環境について野澤先生と一緒に見ていきましょう。お人形の靴や洋服がきれいに整理されていますね。洗濯バサミから外したり干したりすることで、手先も使えるように工夫されています。ここではさまざまなおもちゃやパズルが棚に整理されています。自分で取り出しやすく、そしてしまいやすい、そういう収納になっています。自分で選んで取り出しやすいということは、主体的に遊ぶということにもつながると思います。さまざまな道具、そして素材は、子どもたちの多様なアイデアを刺激します。子どもたちが自分のアイデアで試行錯誤しながら、さまざまなものを生み出す政策は、子どもたちの創造性につながります。園から持ち帰ってきた制作物の中に、どんなアイデアや工夫があるのか、お家でお子さんと一緒に話し合ってみてください。部屋の一角に屋根を取り付けることで、隠れ家のような空間になっています。丁寧にお布団を敷いて、ぬいぐるみを優しく寝かしつけています。子どもたちが想像力を働かせながら、自分たちだけの空間を作ることができるようになっています。落ち着いた空間の中でじっくりと遊ぶことができます。園庭では子どもたちがビニールケースや板、そしてバスマットを組み合わせて、自分たちの空間を作って遊んでいます。園庭にも固定遊具だけではなくて、可動式のたくさんのものがあることによって、自分たちに必要な空間を自分たちで作り出すことができます。
ビールケースの数だったり遊具の数で子どもたちがこう遊びながら、知っていくこともありますし、またマットをどれぐらい広げたら何人で遊べるかっていうのもきっと感覚としてこう学んでいけるのかなと思っています。それぞれの遊びが、集中してちょっとできるようにっていう環境でやってるんですけど、やっぱり子どもの興味関心がそれぞれ移ろっていくときに、場を広げたりとか縮小したりとかいうことは柔軟にしようと思ってます。子どもたちの興味関心を引き出し、子どもたちが意欲的主体的に遊べるような遊びの環境をご家庭でも工夫してみてください。子どもが園に通うようになると、園と家庭を行き来しながら多様な経験を積み重ねていきます。園も家庭も子どもにとっては大切な育ちの環境です。共に子どもを育てるパートナーとしてコミュニケーションを取りながらつながり合い、子どもたちの育ちを支え合っていきましょう。子どもたちは、一人何かに夢中になる。しかしその夢中になる中でですね、例えばいろんな実験をしたりします。実験をして、頭をフルに使う、その経験そのものが、子どもの心の育ちには非常に大切だというふうに、考えることができます。そしてまた、今度は仲間同士の関わりの中でですね、子どもたちは、いろんなこと、自分一人ではできないことを経験したり、あるいは他の、子どもの力を借りながらですね、自分一人ではできないことをうまく実現したりすることができます。そういうふうな経験そのものがやはり、将来的に人と共同してうまく、物事を成し遂げたり、あるいは、コミュニケーションを取ったり、あるいは、思いやり共感をちゃんと示すことができる、そういった力につながっていくというふうに考えることができます。そして大人はその子どもの遊びをしっかりと支える、そして促す存在でいたいものです。子どもにとって安全な避難所、何かあった時に確実に戻れるところ、そしてですね、その崩れた感情をちゃんと受け止め、そして元通りに立て直してあげるところ、その一つは安全な避難所でありたいものです。しかしただ避難所であるというだけではなくてですね、避難所に戻って、そして慰められて元気になって安心感を得たら、今度は自分のところに留めておくのではなくて、その子どもの背中をちゃんと押してあげる、実はこの子どもたちの、一人、何かに向かったり仲間同士で、遊ぶということを支え促して応援する役割が安心の基地の役割というふうに言うことができます。ただ避難所ということではなくて、感情をちゃんと立て直して安心感を与えたら、見守って応援するですね、そういうふうな、存在でありたいものです。避難所と基地の、役割、それをバランスよく、うまく果たせているときに、子どもたちはですね、あらゆる不安から、解放されて遊びに夢中になることができる。そして遊びの中でいろんな大切な心の力、将来心と体健康に、生き抜いていくための土台を形成することができるんだ。そしてその土台こそが避妊地と呼ばれるような心の力なんだよということ、そんなことを、ご理解いただければ、ありがたいなという気がいたします。これまで6回にわたり、乳幼児期の子育てについて関わり方のポイントなどをお伝えしてきました。子育て真っ只中の皆さん、お子さんが安心して過ごせるよう、時にはじっくりと関わり、時には楽しく見守りながら、子どもの育つ力を信じて応援していきましょう。文京区では文京区民の方が利用できるサービスをまとめた子育てガイドを作成しています。子育てガイドでは、主に妊娠から小学校入学までの間に利用できるサービスを項目や年齢別にまとめています。ぜひお手に取って、お子さんとご自身に合ったサービスを見つけてください。子育てガイドは区のホームページでご覧いただけます。